町です。お願いします。おでぴ、はい、というわけで今回はですね S 町企画となっております。いやー久々やねマジで。この S 町企画が何ぞやという方にはね今テロップで説明が出てると思うんでよかったら見てください。本日使ってみる選手はこちらの選手です。アドゥア誠選手です。いやなんかね巷では強いって言われてんのよ。ちょっと能力の方見ていきたいねんけど、球威とか制球スタミナはちょっともうこんな感じでさ B ランクなんでね、そこはもうしゃあないっす。でね球種がねムービング C でさフォークもあって、まあスライダーカーブとか縦スラとかあんねんけど、ツーシームもついてんのよ。これ結構おもろない？結構マジでねワンチャン参るんちゃうかな思ってさ。徳野は S が出たら超対左出しなんねんけど、これワンチャンさハイピンとかついたら普通に強いぞ。マジでこれあるかもしれんみんな。ちょっともうスピ巻きがするからごめん、特訓は飽きてないわ。ムービングとツーシームの使い分けで、この斜めフォーク、斜めフォークがどうなるかってところをねちょっと見ていきたいね。というわけで今回はランク戦とルーム戦1試合ずつやっていきたいと思います。じゃあアドゥア選手を使ってリアタやっていきましょう。さあグランドオープン上げてから一発目のリアタイ、マジで勝ちたいねこれは。さあ1試合目やっていきましょう。てかみんなさ、あの前のガチャ動画見てくれた？マジでさ引きやばないあれ、マジでみんな飯うまいと思うわ。ちょっと待って、これ録画ぜ、録画してるってこと？長いぞ。そんだけ僕も有名になったってことかな。なんかねちょっとねカーソルがなんか変な感じがするみたいな、バグが起きてるみたいなツイッターで見てんけど、なんかね打ちにくいよね、マジで打ちにくい。イチローらしいヒットやね。一発目やっぱイチローらしいヒットなのよ。てかさ、イチローで思い出したけどさ、イチローセレクションあるやんか、これ多分なイチローさライドラで出ると思うねん。でも守備はライト S ないと思う、ライト S 絶対ないと思う。どう、みんなこれみんなどう思う？俺はなマジでなライト S ないと思う。ライドで出る代わりのライト S なし、マジでそうやと思うわ。でちょっとガチャの話戻すけどさ、ちょっと岡林、もう岡林枠はさ沢さんがいるやんか、マジでそこも取りに行かへんのよ俺。ほんまに岡林勘弁してほしいわ。全然 A 選手も当たらへんしさ、だからこれになってんのよ、この B ランクを使った企画になってるのよ。マジで S で強い選手が当たっとけば全然 S で行ってたのよ俺は。いいね。てかグランドオープンしたからさスピカイもできんのよね、これが熱いのよ。俺はもうスピカイ信者やからさ、早くもうスピカイがしたくてしゃあない、早くさせてほしいスピカイ。誰スピカイしようかな。この侍のさ大谷は多分スピカイすると思うねんな。あでもよかった、ガチャさちょっとゴミ引きやったけども S めっちゃ当たったからさスピカイできるわ、スピカイできる、熱いわ。あと思ったけどユニフォーム統一されてんな、ごめん、これはマジでミスやわ。携帯ちょっと移行させたからさ iPhone から、それで多分このままなってんけど、マジでミスミスミス。テツトがなんかオリックスのユニフォームめっちゃ違和感あるもん。さあ1人打ち取ったらアドゥア出すか、だからここはねもうサクッといきたいと思います。さあアドゥア行こう、初登板アドゥア、ちょっと楽しみやね。一回ツーシーム行こう、一回ツーシーム。てかさこれなんかベストピッチはなんか出にくなってるってほんまに。同じとこにフォーク行ってみようか、あちょっと早めに、みんなあれはちょっと早めに押せばベストピッチ出れるわこれ。ちょっとムービング、全然ベストピッチ出えへん。あーでもこれはさ検証なるかな、ちょっと相手の方が、まあこんな言い方するとあれですけども、ヘタッピ、ヘタッピかもしんない。まず何を投げてくるか、オッケー、強いな、普通に強いわこれ。えぐ、えぐいわ、めっちゃ打てる。もうカットしようと思ってたんけど俺。えこれ8点取ったらコールだからさ、やらせしていい？普通にごめん、やらせするわ。あやっちゃった、おもんな、めっちゃおもんなかった。さあでは行こう、これスライダーとかどうな、低めにスライダー掘って同じとこにツーシーム、はいはいはい、で高めにフォーク、このフォーク落ちるんかな、どうなんやろ。あー強いかも、ちょっと待ってこのフォーク強いかも、え結構強いぞこのフォーク。ファーボール、何してんねんマジで。ちょっとさっきの組み立てで行かして、一回ムービング行って、次ここら辺、これはどうなんやろ、高さ変わったらどうなのこれ。あっ、ちょっと待って分からへん、ちょっと待ってルーム戦で一回ちょっとそれ見るわ、ちょっと待ってな、ちょっとみんな待ってな、あとで分かるから。振っちゃうのよね、でどうしよう、追い込んだからツーシーム、最悪やマジで。
ヘタッピちゃん、ヘタッピちゃんやん今日。でも全然抑えれるわこれマジで。アドゥはマジでいけるぞ。まずムービング高めに掘って。なるほど、そうですね。はいはいはい。でこのさ、落ちるか落ちないところの縦スラとか強いんじゃん普通に。フォークさ入れる？いやフォークさ、ボール球にさせよう。これボールなるやろ。大谷取れよマジで。いや全然抑えれるな。もう今の一旦ちょっとしゃーないわ。今の一旦しゃーないわ。さあまず1球目。ワンポイントやったら全然強いぞ。てかちょっと待って、オリックスの帽子なんか後ろになんかついてる、かっこええ。なんかついてる、これ何？優勝したやつかな、優勝したからのやつ。あ強いわ、アドゥは強い、アドゥは強い、みんな強いぞアドゥは、マジで。ちょっとルール戦いってみよう。相手の方もアドゥは持ってるらしいのでアドゥは投げてもらいます。さあアドゥは行こう。スピ統一でやってるんでね今回は。さあ参るかなアドゥは。まずはムービングから入るか、ムービングから。はいはい、このホークが強いやマジで。最悪や。あよかった、助かった。もうこれが入んのよね。ちょっと低めスライダー行くか。あ強い強い強い、全然強い。マジでさ、アドゥはさ特能次第でさ全然あるんちゃう、ほんまに。はいはい、ツーシームで、でムービング行って、はいはい、もう一回ムービング行く、もう一回ムービング行ってみよう。いやいやこれはねもう打ち取ってるから全然いいよ、全然打ち取ってるから。ここのねフォーク強いと思うねんな俺マジで。オッケー、まあまあ全然許容範囲、全然打ち取ってる打ち取ってる。あー甘いわこれ、甘いわ。あーでも打ち取ってるわ、あれ強いかも。身長高ー、身長高見た、今のバリ高かったで。アドゥは何センチ？さあアドゥはまあ D ランクやけど全然ね一緒やから。さあ打者目線どうなんやろ、楽しみやわ。はい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 、ムービングね。あーこれはもう、これは打たんとこ、これは打たんとこ、これは打ったらおもんない。あーちょっと待って、ちょっと待って、なんかあれ打てるかもしれんけど打てへんな。ってことは打ててないのよ。うん、全然打ててないのよこれ。でもねやっぱね、あのフォーク強いわ、あのフォークが強い。高めにやっぱフォーク使うん いいかもしれへんね。打たない打たない打たないよ。やっぱねおかしいねんって、プロスピリア隊ベストピッチでんくなってるし、嫉妬多いもん。ほらこんな嫉妬多いことある？めっちゃ嫉妬してるやん。あやばいやばいやばい、大丈夫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 。リア隊バグ直して、ほんまにマジでリア隊バグ直してほしいわ。もうごめん、打っちゃった、これはごめん、マジで打っちゃった、普通に普通に申し訳ない。これはうーん、なんか俺的にはそんな強いと感じないかも、正味打っちゃうと。おお全然打てちゃうもん。なんかそのなんてやろ、コースギリギリでの配球やったらワンチャン強いかな。ゲッツーかい、ほんで、うーん、ここのもうビタビタギリギリビタビタの配球やったらあれは強いと思う。もうなんかやっぱその甘いところに来ちゃうと打てるね、やっぱり。まあこれどのピッチャーにも言えることやねんけど、なんか今ダサかったな俺、普通のことをなんかすごいように言ってたな、キモ俺、マジキモいな俺。いやこのフォーク強いぞマジで。これビタビタここら辺とか決められたらちょっときついかも、このフォークは。体力なくなってんね、やっぱ相手 D ランクよりちょっと体力なくなってるから。あかん、これはちょっとアウトなって俺のピッチング行こう。さあさっきのその打者目線の感じ、もうビタビタギリギリビタビタを攻めるのがいいから、体力もなくなってるし、ちょっとボールなるかなぐらい。あ全然いい、ここら辺攻めるのがやっぱ強いわ。でこの高さにスライダーや。もう最悪や、完璧なピッチングやったのに、マジでめっちゃ完璧やったのに、悔しい、ほんまに。もう一回ちょっと同じの活かして、ここはねちょっといっぱい乱用してるから、ここやな。オッケーオッケー、やっぱねカーソルが合わへんのかもしれん。こう体力ないっていうのもねワンチャンありかな、 B ランクやったら。ムービング掘って、あ強い、
アドゥは参るぞみんな。マジでちょっと S ランクの特能次第やから、みんな S 待とう。そうしよう、みんなでアドゥアの S を待とう。お疲れした。